せーの、カズチャンネルレーザー読み。今日は Happy birthday to you ということで、レーザーの誕生日です。そうで、ね、来たんですよね。そうです、なんとバッチからね。そうです、バッチ。そこをちょっとね、まだね、ちょっとあの、もしかしたら、バッチとあれ、ちょっと当てながあんまりじゃないですかね、そこは当てながも出さないほうがいいんじゃないですかね。バッチはね、まだあの、バッチはね、あの、バッチはね、ちょっと早めに来たんですよ。まあ、もしかしたら、まだ、誰やね、あと、まいちゃん、あの、まいちゃんも、あと、サード、あと、大黒さん、ワンズ来ますよね。来ると思うんで、それが来たら、順次ね、後見せる感じにして、今日はビーズだけまで来たんで、はい。期待して見ますね。じゃあまあ、ちょっとね、拝借させてから見せますね。はい。あと、稲葉さん。おめでとうございます。あなたにとって笑顔の多い1年、メガハリ1年最高になりますようにってのは稲葉さんですね。いいです。で、抹茶ファンはハッピーバースデーで、どんな時もポジティブに日々を楽しんで、あなたにとって素敵な出会い、素晴らしいことに満ちた年になるようにね、おめでとうという。おめでとう、抹茶ファン、おめでとうって言ってくれればいいよね。ね、うん、そう、そこがいいですよ。すごいですね、この裏、このバッグがね、DVD ですか。ね、すごい、あのあれじゃないですか、アナログじゃないですかね。うん、30周年の時にほら、エキシビジョンってやってて、その時のイベント、有楽町かな、そこで売ってたやつ、ね、皆さんもね、これバッチね、あの入会すればね、ね、こういうカードもね、そうです、来ますからね、皆さんぜひね、そう、あのバッチのね、ファンクラブにね、そう入ってください。で、チケット取って行きましょう。ライブね。みんなで盛り上げたら、さあ。私らももう5月確定してますから、武蔵野森でウルトラさん、ウルトラカーズ、ウルトラカーズ。ということでね。で、今日の本題は読むの方なので、この間2月10日にね、東京ゴールデンシアターに行ってきました。そのゾラドのあれですね、フォーエバーユーっていう書籍ですが、ね、スタッフの方とかね、あの周りの方からいっぱいコメントがね、エピソードとか書いてあるの で、それをこちらではちょっとそんな長い時間載せられないので、そこの写真ね、写真が数点あります。そこから何点かね、ご紹介して、どこがいいですか。言ってリーズの時にね、レーザー的なお気に入りは。カラーの方は皆さんね、なんかいい感じ、そうですね、したんで、ちょっとね、いいとこだけ、まずここ見せましょう。ここが一番、皆さん。ああ、いいですね。どこですかね、ここ場所。93年ぐらいの、これ、ブロードマンですかね、スタジオの写真ですね。待ち時間なのかな、ねえ、えずみちゃんのね。ここどこですかね、で、あの、ね、こうしたら分かりますか、どの辺か。六本木ですね。ポンギー、うん、いいね、レーダーのポンギー行ったけどね、あまりなんか、いい思い出ないな。ああ、これで結構、泉さんのなんか、いい感じのさ、レコーディング的。ああ、いいですね。ほんとだ。こういう写真がね、数点、最初載ってますからね。うん、まあ、あと最後にね、見せたいなと思ったものをレーザー選んだんだけど、みんな見ない？一緒に。うん。いい、一番いいね、はい、かもしんない。懐かしいかもね。そうですね。ああ、これもストリーミングライブの時に使った写真ですよね。多分いいですね。皆さんが覚えてます？うん。で、まあこの本は、そう。多分絶版では。そう、原稿でまだ出てますから、ぜひとも、購入で、そう、エピソードがいっぱいね。ぜひ。どうですか？書いてる方はちょっと、頭の方からあるじゃないですか？どういう方からっていうコメントが多分出てますよ。その中のページで、白黒っていうか、カラーじゃないページになったところでいっぱい出てますから、例えば誰からっていうのが、そう、そこヨアちゃんとかあった気がするんだけどね、書いてません？書いてる人のコメントというかエピソード、あ、知ってる名前がちょいちょいありません？ユアちゃん、サードにね、うん、いいユアちゃんだったりとか、うん、いろいろな人からね、ありますよね。あ、黒木舞ちゃんも。そう、だからその辺の方からの、うん、その、泉ちゃんとのエピソードがいろいろ、そう。
徳ちゃんね、徳永さんとかね、いっぱいいますよね。大野さんも入ってたかな、うん、あと ねえ、大野さんは入ってないのか、入ってなかったっけ。一番最初それ大野さんじゃないの、大賀さん、大野さん、大野さん、うん、大野、大野愛香さんね、うん、コーラスのね、大賀さんは書いてないんだね。うん、こういう大賀さん載ってないね。徳ちゃんとかね、うん、あとまあ、まあ何しろゆかりのね、うん、ある人から ね、いっぱいねメッセージがありますのでね、ぜひともこちらはご購入の上読んでいただきたいですね。こちらから説明するよりもね。そうですね、はい、ということで東京はまだ1万5000ぐらいコロナ出てますので、基本の手指消毒、うがい、マスク、ソーシャルディスタンスをとって、でワクチン3回したからといって無敵モードではないということを意識して皆さん健やかにお過ごしください。でカズチャンネルレーザーは、今日誕生日ですけど、そろそろ動画が200本で視聴率が3000回に届くということで、ぜひともカズチャンネルレーザー登録の上ご覧ください。 Happy birthday カズ。すいませんね、ちょっと皆さん、ちょっとそうそう、なんかちょっと限界の感じがやばいんです限界なんてまだ遠いってね、ゆずみちゃんが言ってますよ。ちょっと食べるのにも限界が来てる、ね、そうですね、今日はちょっとねヘビーでしたね。ヘビーじゃあまた歌をやりますから後ほどね。